はい、皆さんこんにちは、モーシンです。今日もですね、ビットコインと XRP、 この両方のですね仮想通貨の相場分析をしていきたいと思います。このチャンネルではですね、移動平均線、水平線、トレンドライン、チャートパターンでね、こういう4つの、シンプルなね、指標を使いながら今後の相場分析をしていくというチャンネルになっています。基本的には毎日動画を更新しておりますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではですね、ビットコインの相場分析から始めていきたいと思いますけれども、今日がですね2019年の11月の20日水曜日ですね。で、今の時刻が、夜のですね21時13分です。で、今のビットコインの価格ですけれども、8086ドルぐらいのところですね。日本円でいうと87万6000円ぐらいのところを推移している状況です。はい。ビットコインですね、 XRP もそうですけれども、まあ、XRP は後ほど説明しますけれども、やっとですね下げ止まりましたね。本当にどこまで下がるのかということで、短期の移動平均線からもですねかなり乖離したような状況が見られて、非常に悲観的になっていた方も多いと思います。ただまあやっとですね今日、下げ止まって一時的にこう反発するような動きも見られました。で、今ね8000ドル、チャートで言うとですね、まあここですね、で8000ドルで一応下げ止まったという展開なんですけれども、この8000ドルっていうところがどういう、位置づけなのかというところですね。8000ドルが重要っていうことはですね、皆さん言っているんですけれども、まあ、それはですね8000ドルラインっていうのが過去に、もですねかなり意識されていたラインになっているから、まあ、当然そこの8000ドルで、一旦は下げ止まったという展開かなというふうに思っています。で、その8000ドルがですねどういうふうに機能しているかっていうのを見せるために、こうちょっとね、引いた目線で、説明していきますけれども、今年最高値のですね150万円ぐらいつけたところですね、1万3000ドルを超えたようなところですね、そのあたりからですねだんだんこう下落してきて、下落のトレンドラインですね、それが引かれていると。一方で安値ですね、下値に関しては、まあ、この8000ドル付近をですねずっとこう守ってきているっていう状態なんですね。まあ、一時的にこういったところでですね抜けてきてしまったポイントもありますけれども、まあ、あくまで一時的ということで、目線としてはやっぱり8000ドルが意識されているという相場展開なんですね。したがってこういう風なですね大きなディセンディングトライアングルですね、ここでもですねディセンディングトライアングルがありましたよね。ここは皆さん記憶に新しいと思いますけれども、98万円ぐらい、ドル建てでいうと9400ドルとかね、そのあたりを下値としてディセンディングトライアングルができていて、そこを思いっきり下抜けてきたという展開がありましたよね。で、もっとね大きな目線でいくとこの青のラインになるんですよね。なので昨日の動画でですね大暴落の危機が迫っているということをですねお伝えしたんですけども、それはそういう意味です。なのでこのあたりのね、これでもかなり大きなディセンディングトライアングルだなということをね、あの以前のこのあたりの水準で皆さんねいろんな YouTuber の方が言ってたと思うんですけども、ここを抜けた時で、9400ドルからだいたいですね今の各水準ですね8000ドルあたりまで、まあ1400ドルぐらい落ちてきたというところで、まあ、かなりの、ね、下落があったんですけれども、もっと大きな目線でこれほど大きいですねディセンディングトライアングルができているということは、当然ですねここを抜けた場合のその下落幅ですねもう非常に大きな値幅になるんじゃないかなということで大暴落の危機ということを言っていました。で、まだね、一旦はね下げ止まったので、まあ一安心というところなんですけども、まだまだね、油断はできない状況かなというふうに思っています。直近チャートちょっと拡大して説明していきたいと思います。はい、こちら、直近チャートですね、4時間足です。で、ここで11月19日の朝方ですね、8400ドルぐらいから一気に8000ドルまで400ドルぐらい下落した、値動きが あったと思いますけれども、それはですねここの、大きなですね、下降ウェッジですね、ここを下抜けてきた、ことによって落ちてきたということですね。で、その後もですね全然こう下落が止まらなかったということで、昨日の動画でもお伝えしましたけれども、この4時間足のローソク足でですね、陰線が 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 本連続で出てきたというところで、多分ねビットコインのこう過去チャート見てもですねなかなかねこの10本連続の4時間足レベルでの、下降ですね下落っていうのは本当に珍しいと思います。まあここ最近ではですね本当に見なかったと、記憶しているんですけれども、それほど大きい下落があって、しかもですねこの下落のがやっぱり止まりにくかった原因というのはですね徐々に落ちてきたんですね。一気に落ちてきた場合は当然一気に反発されるような値動きがあるので、陰線がそれほど続かないんですけれども、やっぱりずっとちょこ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 落ちてきたということで、ロングに入るタイミングもないと、で逆に言うとショートには入りやすいというね、非常にまあ厳しい相場展開になったことで、落ちてきたということですね。で、8000ドルまで落ちてきて、今日の朝方ですね一旦こう反発するような動きがあってですね、一時、8100ドルとかですかね、
まあ、日本円でいうと88万とか、まあ89万に迫るような価格帯ぐらいまでですね戻してきたんですけども、また、今下げてきて、今8080ドルということで87万円ぐらいのところを推移しているということですね。でまあ、ようやく、ね、下げ止まったのでこの後どうなるかというところなんですけども、引き続きですねここの8000ドルライン、ここはですねしっかり注目しておかないといけないですね。まだねこの大きな目線で先ほど説明したディセンディングトライアングルというところは全然意識されてますので、ここを抜けてきた場合はですね7400ドルとか、少なく見積もってもね7400ドルとかね、ぐらいまでは落ちてくるんじゃないかなというふうに思っています。でね、多分このまま落ちてくるっていうことはですねおそらくないというかないとは言えないんですけれども、それよりは一旦ね、反発してきてですねこの移動平均線、短期の移動平均線に当たるような展開ですね、これは、あると思います。もしくはこの短期の移動平均線を抜けてですね中期の移動平均線、これ 50MA ですね、短期は 20MA ですけれども、まあ、この辺りもですね戻してきて、その後下げるという展開がおそらくね、これまでの傾向からしてあると思います。でこうなった場合にですね、ダブルボトムですね、8000ドルをボトムとしたこの2回目のボトムができてくるはずです。ここが本当の勝負ですね、本当に正念場ということになろうかと思います。なので一旦はですねこう反発してきてでまた下げてくるような展開が起こるんじゃないかなと今予想してますので、まあ一旦こう戻したタイミングで戻り売りを狙うということを一応狙っていくような局面かなというふうに思っています。ただまあ8000ドルというところはかなり意識されているので、ここの8000ドルでタッチしてそのままずっと上昇に転じてくるという可能性もなくはないので、そこはこの上げ方ですね、戻し方っていうのはしっかりね注目しておいていただければというふうに思います。なのでこういった展開ですね、一気にこう戻してくるような展開というのは必ずと言ってもいいほど戻されますよね、反発されます。大きな下落目線の中で一時的な反発っていうのはねやっぱり戻されるんですね。ここもそうですよね、大きな下落、強い下落の中で一旦の陽線でバーッとこう上がってきたという展開はですね ほとんどの場合戻されます。だからそういうところをですね狙っていきたいんですね。で逆に言うとここからですね8000ドルつけたんですけども、ここから徐々にこうね、上がってくると、こう徐々にこういう風に上がってくるみたいなね展開になった場合は強いですよ、これは強いと思います。ロングも入りやすいし、逆にショートに入りにくいと。でショート勢はですねもうじりじり上がってくるのを見かねて、利確してくるというところで非常に強いねこう上昇になってくる可能性はあります。だからここの上げ方っていうのは見つつですね戻り売りを狙うっていう展開をですね、今考えておいていただければというふうに思っています。はい、ということで、続いてですね XRP の方見ていきたいと思います。はい、続きまして XRP リップルですね、今の価格がですね25セントぐらいのところですね、日本円でいうと 27.2 円ぐらいのところを推移している状況です。リップルについては本当良かったですね。僕も本当、リップラーとしてねこの下落、まあ、ビットコインでも言いましたけれども陰線がですね10本連続で4時間足レベルで出てきたということで、これもリップルに、ついてもですね珍しい展開でしたよね。でリップルについてもですねこの24セントっていうライン、ここはかなりね昔から意識されている、直近でね意識されているラインになってましたので、まあ、ここで下げ止まったと、ようやく下げ止まったということですね。でリップルに関してはですねビットコインと違って大きくね戻してきました、反発しましたね。で大体この25セントラインですね、25セントも、意識されたラインですけども、25セントラインまではこう戻してきて、でまた反発されて今下落してきているという状況ですよね。で、まあ、25セントラインとこの短期の移動平均線ですね 20MA、 ここにレジスタンスされてまた戻してきているということで、だからこういうところはですね本当に戻り売りを狙いやすいポイントですよね。なのでビットコインもこういう風な感じ、陽線でポン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 ってね、4本連続ぐらいで戻してきたと、もしくは3本とかね、まあ、1本でもいいですけども、そういう、一時的な急激な戻し、こういうところはですね、例えば短期移動平均線にぶつかったところでショートに入るとかね、で中期移動平均線抜けたら利確するとか、損切りですね、ごめんなさい、損切りするとか、そういうね狙いやすいタイミングなので、ここはですね、初心者の方も本当に取りやすいところなので、ぜひね覚えておいていただければというふうに思います。でビットコインに、リップルに関してはですね今、まあ、一時的に戻してまた反発されて落ちてきているということで、またねこの24セントラインに落ちてくる可能性は当然ありますよね。でこうなった時に、ダブルボトムが完成すると、24セントの、ラインでですね、ダブルボトムが完成して、この後の上げ方どうなるかということになろうかというふうに思っています。まあ、もう少しですねここの下げ方っていうのはね、注意しておかないといけないですね。リップルに関してはやっぱりこうビットコインよりも戻し方が強かったので、この後ねどういう風に落ちてくるかっていうところですね、もしくは落ちない可能性もあると思います。もしくは、
もしくはもしくは言っても申し訳ないんですけど、ここの24セントラインまで綺麗に落ちずに途中まで下げてきてまたこう上昇に転じてくるみたいなね、だから形の悪いダブルボトムっていう可能性も十分あります。リップルに関してはですね結構強い値動き、でビットコインに比べてですね今回強い反発が起きたのでこの反発の勢いに乗ってですねこのまま上昇していくっていう可能性もまあ残されているかなというところでですね、まあ、ビットコインとはまた違った見方、戦略をですね立てていかないといけないかなというふうに思っています。もしくはですねこの25セントと24セントのライン、ここはねあの2つも意識されてます。でここ でサポートされて25セントでレジスタンスされたということで、揉み合う展開っていうのもですね考えられなくはないですね。ここダブルボトム作った後またこの25セントで押さえつけられてっていうね、そういう展開も、可能性としてはあるので、まあ、そこはですね毎日動画更新していく中で解説していけたらというふうに思っています。はい、ということで今日はですねこの辺りまでにしたいと思います。非常に重要な局面ですし、危険を伴うようなねあの局面ですのでぜひね、目を離さないように、まあ、エントリーしたままポジションを持ったままですね寝たりしないように、注意していただければというふうに思います。で僕の LINE アットを登録いただいた方はですねここで僕が喋っているような、相場分析の仕方ですね、要点だったりとか実践でどういうふうに使っていくかっていうところをですね、僕のトレードマニュアルとしてプレゼントしておりますので、ぜひこの機会に LINE アットにも登録いただけると嬉しいです。はい、ということで今日の動画はですねここまでにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。